イランアーセマーン航空6895便墜落事故は、イテクエアのボーイング737から219、アドバンストが2008年8月24日20時30分、キルギス共和国のマナス国際空港近郊で墜落した航空事故である。6895便は、イランアーセマーン航空のチャーターにより、イランテヘランのエマームホメーニー国際空港に向かっていた。 同期は飛行中に生じた技術的問題のため、出発したマナス国際空港に引き返すところで墜落した。報道による取り陸直後、乗組員が機材に技術的問題が生じたと報告した。さらに10分以内に客室内の急激な減圧が報告されている。乗組員は緊急着陸を試みたが、その際に空港滑走路から約 2km の地点で墜落し、 炎上した。6895便の乗員乗客は90人で、うち68人が死亡した。乗組員2人を含む少なくとも22人の生存が報道されている。ビッシュケクの高校のスポーツチームのメンバー10人も犠牲となった。事故機6895便に使用された機体は1980年6月16日に初飛行し、同年7月1日に ニュージーランド航空に納入された。1995年にコパ航空に展示、さらに2003年にフェニックス航空に移った。2005年にフェニックス航空はアベニュー .com と改名している。イテクエアの所属となったのは2006年4月のことである。イテクエアはキルギスの規制監督当局による認可を受けた他の航空事業者ともに、 EU の EU 域内のリー禁止航空会社の一覧に挙げられている。これは安全性の問題によるものであり、当該航空会社は EU 域内での航行、離着陸を禁止されている。また、事故を起こした機材 EX-009 は2008年5月に全技術検査を通過していた。ありがとうございます。